JR 沼津駅周辺の鉄道高架事業で土地の明け渡し期限が過ぎても反対する元知見者一人が応じなかった現状について沼津市の頼重市長が川勝知事に報告しました沼津市の頼重市長は今日午前、県庁で川勝知事と面会しこれまでの経緯と現状を報告しました 県と沼津市が進める JR 沼津駅周辺の鉄道高架事業は長年にわたり懸案となっています。計画では東海道線と御殿場線を東西延べ5キロにわたり高架し、原地区に貨物ターミナルを建設していきます。県収容委員会の採決を受け、未買収だった土地の所有権は沼津市に移っていますが、 今月5日の明け渡し期限が過ぎても反対を貫く元地権者一人が応じませんでした途方もない借金を作りまして無理やりにやることは絶対無駄な都市計画ですダンプやブルーがいっぱい入ってくるでしょう私は下敷きになりますよ 6日には、県と沼津市の職員が元地権者の土地を確認していて、今後は行政代執行の手続きに進むことになります。えーまあ、撤去とかそういうことに関しては、やはり、えー、自ら行っていただくということが大変理想的でございます、そのような形が望ましいと考えているところでございまして、えー、これまで通り、やはりあのこの事業の重要性ということをしっかりと説明しつつ、ご協力いただけるようにです、ね、丁寧に対応させていただきたいと考えております。 行政大執行は事業を行う県と市が知事に請求し、元地権者に文書で数回通知するなど、段階を経て進められます。一方、元地権者は国や県を相手取り、事業認可の取り消しを裁判で訴えていて、川勝知事は司法の判断に注目しています。あの判決の結果、これがですね、 そのけじめの時ではないかと、判決結果をです、ね、私自身も静観をして見守っていると、おそらく久保田さんも同様ではないかというふうに思っております県は元地権者の動きを見守りながら、沼津市と歩調を合わせて大執行の手続きを進めていく方針です。